食器を取り戻したらクリーチャーが全員死んでいた。はい、ご視聴ありがとうございます。トロフィオツカです。パレリアプロズの木原敦樹です。はい、じゃあ今回はですね、パイオニアを対戦やっていきたいと思います。またパイオニアやります。まあ、僕が使うのは、本来のプレイヤーズツアー名古屋でトップで耐えたドニトリーブタックが使っていた黒タン吸血鬼です。吸血鬼。はい。頭が。黒タンって言うと普通になんか黒の優秀なカードを詰め込みましたみたいな感じだと思うんですけど、吸血鬼もかなりパイオニア優秀で、うん、トリン、吸血鬼専用のプレイゾーカー。トリンから突然ね、マイナス3を使って、まあ、こういった白鵬の勇者を出して、うん、まあ、すごいテンポよく相手を攻めていきたい。一気にドローして出して。結構ハンコンのカードが多くて、まあ、ライフ原質戦えるんで、ビルドダウンにも結構強いということで、今回使ってみたいと思います。そのデッキにこの前のプレイヤーツアーで負けたんですよ。あ、そういうこと。ちょうどブタコ先生。ちょうどブタコ先生にやられました。まあでも今回はね、違うデッキを多く使うんで、はい、勝ちたいと思いますけど、今回使うのは、今回使うのは、はい、スルタイ紅葉デッキですね。まあ、墓地に4種類以上のカードがあると、紅葉っていうのが達成するんですけど、はい、まあ、その紅葉を達成させて、どんどん強いカードを出していこうっていうデッキで、まあミッドレンジ、ゆっくり戦うデッキではあるんですけど、まあパワーカードが多い。結構ニュースラードの時も紅葉かなり活躍してたんで、それもパイオニアで仕様にして。そうですね、懐かしのあの頃デッキをパイオニアにするっていう。なるほど。めちゃくちゃ強くなってそう。新しく入ったカードだと、うん、まあやはりウーロ。最近よく出てくる。やはりウーロ。どっからでも出てくるウーロさんが。はい、まあ、前のスタンでも使ったサテラスのビーチ探しとかで、はい、まあ、墓地を肥やしつつ紅葉していくっていう感じで、うん、まあ、前よりなんかプレインズウォーカーが結構入ってたりするので、はいはいはい、あのニッサーだったりとかが入ってて紅葉条件は結構達成しやすいのかな。結構面白そうだな。なんかデッキはかなりシナジー系。そうですね、シナジーによってて結構ぐるぐる回していく感じです、うん、デッキを。こっちも吸血鬼なんでシナジーがあるということで、まあ、どっちが強いかということでね、やっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。いきます。4、あ、ちょっと弱め。4ならいけるやろう。キュー、先行もらいます。ダイス弱いニキ。はい、じゃあ7枚にします。はい、初手こんな感じですが、まあ、真ん中がちょっと不安はありますけど、タップインタップインに弱いですけど、まあ、他のスペルがどれも強いので、まあキープしてゆっくり戦おうかなと思います。はい、じゃあこちらは、まあ、こっちも十分あって、まあ序盤から攻めていけるハンドなのでキープしたいと思います。ではお願いします。はい、華やかな宮殿をタップイン。懐かしい三色ランド。スルタイランド、スタンダードの大活躍。死に軍の騎士1枚です。ではお願いします。こいつもなぜか吸血鬼なんだな。はい、またタップインと一緒。一罠で四個かっこいい。あー、そのかっこいい強い。アボーが2枚ある。これどこ落とすか難しいけど、トリンか騎士だろうな。見た目ポリロン的には騎士、トリンの方がカードパワー高いです。札的にそういうんですか。はい、トリンを落としました。はい、おしまいです。じゃあしてアタックします。1点です。はい、アーボーグをセットした。ウルワの小道切らなくてもよくなった。あ、そうだ。そっか、そういうのもあるんだ。じゃあ2マナで分断の申し。え、そしなかったじゃん。ずるい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 。そうだ、デッキが答えた。そんな言葉に出たとしておしまいです。まあでも小道は切ります。これなら緑も黒もあります。はい、よろしく。こっち引けなかった。おおおおお、辛い。今まで、はい、クリスタル1でプレイしておしまいです。オッケーです。結構早めに出してきた感じ。ガンとして攻めてあります。はい、いただきます。フェイクするとでかくなるかもしれないのでブロックしました。はい、ブロック後にここに。オッケーです。で、ミニ2で四国の1もいたします。はい、来ました。で、エンド。よろしくお願いします。はい、来てた。お、3枚目の土地。そのままでグロプレイします。はい、どうぞ。さらなる土地を求めてブロックして3点ゲイン。ありました。あ、引けました。あれです、紅葉のために。そう、紅葉のために。で、彼らに移動して、じゃあコンバットで4点。はい、思います。はい、じゃあエンドまで行ってカウンター乗っておしまいです。なるほど。3マナでクレイクさんを引き出して硬い土地でやってくれ。土地、あ、土地なので伸びてきた土地が。まあ、ただこれはアンタップインかタップインかが悩ましい。クインか。タップインして1点減します。はい、原因も強いね。おしまいです。チェイス。どうします。うん。ゼザニマチ。はい。
支援でした。最初取ります。起動して、はい、タックします。6点。シマナで、アーボーグあるんで、シマナが出ます。これ、致命的な人。やってしまってるね。ゲームに影響出てるね。はい、やってるね。じゃあ、エンドで、もう1個乗ります。何タックします。何だろう。まあ、ただこっちは欲しい。4マナで、ルールをくれる。わー、でかい。こっち5枚。はい。行きます。で、3点ゲインのワンドロー。またどっち引けない、終わりです。ただ、6-6プロします。ここは、1点アタックします。テイクです。ダブチェックします。はい、6点なので、サイキャルで4枚タイプ。1枚です。プロします。今まで、タテラスを探して、で、4枚、土地なし。土地はアーボグから黒マナ出して、はい、スリーを。ああ、走ってきた。はい。戦闘レグルをかけて3点減してワンドロー。土地頑張っていい。土地ナイス。どうします。順調に土地が伸びていく。で、タックします。ストラッシュでブロックして2点。はい、2点。バッタリナッシュ。を出して、おしまいです。レグルはい。次探しをもう1回。はい、どうぞ。おや、おや、あ、さすがに。しかもこれが求めていた一番いい土地。あれ、マジ何が起こるんですか。3マナから得意でしょ。おー、確かに強い、これ強い、これ強い。ブランドしました。はい、ガッカリが1点出て、まだ切らずに空路でアタックして3点減して1枚引きます。いや、ウーロがさ、結構何回も出てくるからな。すごいぼちぽい。殺しちゃうとまた出てきます。めんどくさい。失礼します。55、はい、この打ち切りました。はい、今マナでクリーンの振動です。おお、まくってきた、だんだん。おしまいです。結局あるさあ、ハブコボン団の猛戦車で電子ナックを倒します。今マナでゲートの裏切り者をカリタス。おお、強い。これは今のところ殺されないはず。ね、おしまいです。何だろう。はい、とりあえずじゃあジンスの、はい、起動します。ジンスをつけました。はい、変身します。スタンマナから追跡者。うわー、2体目 !2 体目ショップインします。はい、で、4つになりました。3マナで、はい、イエーイ、ある出来事で。で、マイナス能力使って、はい、水尾につけました。水尾で、はい、で、戦闘に入って、アタックでワンドローと3点で。ここをブロックすると1点。で、2点減。はい、行ってないですね。なんか盤面強すぎ。盤面の差が。今のでサイキャルでいきたい。お、ワイフリンク。接して殺してもさ、もう一回。なんならこれでパワーゼロになりますか。マイナス2。まあ、そしたらジェイス殺したもん。今ので、ジェイスが死にました。クランとして、カボを消えて、スネンネキシ出します。お、ワイフリンクが2体出てきた。で、どうします。とりあえず引いてから考えます。強い、これが強い。選択肢が強いな。ん、何もない。そう、セットランドして3いや、これ土地がね、でそう、不動産にならないっていうのがすごい。ライフ、ライブラリーめっちゃ欲しいんですけど。今まで、はい、また食べます。状況、うーん、引けなかった。3体をタックして、3点ローします。ワンドローして、ブロック前に、あー、これ、ノーブロックしようばっか。で、いる通り、くわー、負けー、戻しまーす。乗り気戦が入ってくるかもしれないんで、まあ、エンチャント触れるカードであり、まあ、腐らないチャーム2枚と、それもエンチャントに触れるビビアンと、人質取り、まあ普通にアドバンテージだろう。まあ抜くのは、意外と除去が入ってるデッキなんで、まあジェイス反転しなかったり、まあ僕の力戦で墓地がないと反転しなかったりってことで、まあ弱い場面も結構あるのかな。あとこれもまあ法要達成のカードなんで、抜いておきます。自由カードなんですけど、まあ結構つなぎデッキなので、あんまり全体の動きは崩したくないんで、最低限で読む。で、ノックの力戦とフレックスの修了者とかあるので、まあ、そういうのをテンポよく殺したいので1枚だけ増やします。抜くのは、まあ、ちょっと潤滑油になるカードではあるんですけど、この3枚ですね、あんまりちょっとパワーも高くないので抜きたいと思います。じゃあ先行もらいます。はい、お名前です。
ス。まあ、やっていいのであという感動。まあ、これがあった相手の動きを取得できますし、マナカーブよく出せるということで聞いてます。はい、1マナ7枚とは平凡っちゃ平凡なんですけど、まあ、なんかメインと同じで、ちょっと足場に不安があるけど、カード強いっていう感じで、まあ、後手なので、まあ、土地引けるでしょうということで、キープします。はい、お願いします。ゲーム開始。ここで戦。あー、きつい。それはきつい。よし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 。では、マセットしてエンド。こういうのは発生しない。よし。とりあえず、ストップインで。はい。お願いします。番目に、ステーキまで行きたい。はい、行きました。エンドです。そして、ドロー。して、2番目で、はい、勝てますか。オッケーです。そっち。あー、チャームが。拾いはするのか。そうですね。3種類行きます。で、ドアツリを重ねて、シャイス。お願いします。アンマナ、ソリン。ソリン。はい。で、プラスして、で、サインアタック。テイク。プラスカードを取って、おしまいです。いやー、ソリンは強い。お願いします。お、100円しました。はい。なので、ブルーを。はい、オッケーです。ノーマンドローで、どっちを置きます。はい。1マナで、ああ。出せばよかったな。うん、はい、はい、マイナス3で出すかどうかなんで、除去があったらどうしようかな。そうですね、カリタス除去られちゃうと結構このままソリンもやられちゃうから、じゃあこっちも仕込む。21え、強っ。普通です。普通ですか。普通です。はい、はい、プラスしてカウントがかけます。どんどんでかくなる。で、一度トランドしておしまいです。おしまい、つまり大体土地。いやいや、さっきまでがそうなんだけど。いい、ちょっと、じゃあスタックでマイナス。まあ大体除去ですよね。まあ除去カット近め。はい、プラして、うわ、プッシュ。セットランドで1点にします。そのプッシュ強い。そして、デカップしてアタックします。5点。お願いします。まあ、ただこれやられてしまいます。スッ強っ。ただ、土地が置けない。アタックします。はい、2体目して、お願いします。はい、エンドに起動します。ドローして、2点。で、起動か。一応これで多分ヘリックス打たれちゃう。はい、大丈夫です。で、まあ、プラスしてカウンター乗っけてエンドです。ドローします。よっしゃ、土地待ってたぞ。3マナで、あ、これこれ強いのね。デッキトップから置いて2点減、はい、です、はい、2点減して、このこれ強いな。おしまい。はい、します。スコープの動き。はい、出ました。じゃあプラスして、はい、エンスクリーテッド3点減します。3点1サイクします。うーん、まあ、手にテイクしました。はい、はい、おしまいです。じゃあエンドに手がかり立てて、はい、バンドラします。かっこいいドロー。はい、うお、じゃあデッキトップから置いて2点減。トラップ、土地取りは欲しいため。やだ、3マナでやだ。10をプレイして、はい、3点ゲーム、はい、バンドをして、で、こっちは置けないです。ゲームできない。はい、こっち切りました。はい、それもいいやつにしましょう。はい、もう一人して取られました。あ、落としてあれです。はい、死にました。でかい。はい、で、たまります。はい、しまったか。じゃあ、プラスで、はい、入れてします。3点で、マナ。マナ。あとの勇者。2枚ドロー。はい、入れた時に吸血鬼の数だけドローして、2枚、2点失います。で、35。1枚です。ドローします。はい。バリスター。これで指定が確実に当たる。4マナで神役をします、はい。プラスで、指定がこのリスターで。ゲイン、マイターン。じゃあ、福音と2点ゲイで、プラマンゼロです。クリックスですね、になります。あ、すいません、オープンした。はい、カットしてみます。はい。シコーカーボスプレイします。あー。サリーの。
X1 で停止いたします。失礼、はい、します。ダメか、ダメに倒します。ダメに当たって、はい、そしてプレイヤーに1点何時で3点で普通になって3点で1点するか、6000以上で倒します。さあ、その状況が欲しいが、で、2番まで、はい、で、1枚。いやライフがめちゃくちゃあるから6サインで引かれるんだよなそれはそれで辛い。まだ、うわー強い。プラスで4枚入れます。はい、はい、プレイして2点で、はい、12ウロ、はい、プラスで、はい、指定がウロで、はい、2枚プレイします。で、3点のワンドローで置きまして、さらに2点ゲーム。で、ウロで置きます。はい、選んだ。タミヤか、タミヤか。しました。はい。サインをします。はい。そして、練習しました。そして、5点ゲーム。で、ストライクして、おしまいです。で、流します。マイナス3で。あ、折れる。しまった。完全に今忘れした。そのままで、ウロプレイして、ワンドローと3点のゲームに、手札から土地をタップインで置いて2点ゲーム。通常セットラウンドをして、2点ゲーム。ライフ毎ターン7点ぐらい回復するんだよ。すごい。あ、これ持ちです。はい、はい。おしまいです。はい、じゃあ、エンドで6サインだけどします。はい、そして、そのままで、変装する前に引く。スタックで、はい、何を作ったり、お前けで、単色のクリーチャー。はい、最強で死んで、で、はい、勇者が出て、3枚です。はい、どうぞ。引いて、31人。コンバット入ります。はい、いただく。ダブルロックしました。はい、じゃあ、最初1体とは1、はい。で、2点。33。エンドです。今まで、はい。で、トチロスの下がし、4枚手札に加えました。はい、くらいつく4バナで、え、もうウロ出る、青緑もうウロ出る、そうですねウロをプレイで、5枚追放しまして、ウロの効果でワンドローを手札にして、はい、プラス能力で、はい、沼を操作しました。はい、これバニーで返す電話で、1バナで強制戦さっきの3ドロー全部どっち盤面は変えてそう、はい、しまい守られると辛い6サインで起動します。はい、4点ドロスで4点、すごい。3まで何々出しますか。はい、出ました。エンドです。いやー、膠着状態になるとさすがにきつい。はい、きつい。デッキトップのままでドロスをして、はい、でプッシュできたり、リッサのプラス能力 で戦闘で3体で当たってプッシュで、ファンドローと3点、はい、あ、次だ、次だやめてー、でかいぞ。12点、17、はい、プッシュドロー、うーん、わかります。どうしてまたですか。ソーサリー、インスタント、プレインゾーカーの3種類で、10マナース出る、ミスターで簡単に出る、10マナース、10マナでいったプレイに次のターンをもらいます。すごい、霊騎士の脅威以来3つを3-3にしました。そしてワンドローして3点で、うん、判定で、はい、はい、トランとして1本目、ターンをまた土地引いてる、どんだけ土地引くの、すごい。こっちもエバラクル出すと手から考えよう。あー、痛い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 、やっぱ手札が4枚になる、痛い、4点4点、痛い、痛い、もう1回引こう、はい、5点、痛い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 、まあ戦闘で3回やってシャンプしたり、そしてそっちが5点ぐらい、
18になって全て失う。そして連動宣言。うん、はい、よろしくお願いします。なんか消去を取り戻したらクリーチャーが全員死んでいた。すごいすごい、全部土地だ、土地が。バカだよ。え、すごくね、何枚引いたのみたいな。はい、というわけで今回のコンバットいかがでしたでしょうか。というわけで今回はキャサイン勝利ということで、また勝ちました。いや、結構ね、序盤さばく力が結構強いですね。意外と場面持ちますね、はい、うん、思ってたより持つかなという印象でした。ウィックスの使用者となんかウーロで毎ターン7点ぐらい減されて、そう、だから減らない減らないんだろう、減らないんだろうで、最終的にまあ後半になってくるとそっちの方がデッキパワーが強いんで、そうですね、でかいカード、この序盤の選択肢がまあまあ多くて、うん、まあ、思考がこういつかクリーチャー出すかどっち優先するかっていうのは結構やってる、まあ、サリンのプラスも2種類やっぱりあるから難しいですよね、選択肢は。結構その脳死で使えるデッキではないなと思いました。まあ、紅葉デッキの方は結構力戦上がられたとしても普通のミッドレンジとして動くことができるんで、まあ、ちょっとウーロとかまあカードパワー下がる感じはあるんですけど、それでもまあそれなりに戦えるのかなっていう、なんか文字だけじゃなくてね、いろんな角度で、ね、プレイズウォーカーだったりとか、そうです、そのすごい対策がしづらい、サイドが分かりづらいっていうことでボロ負けですけど、先手よりはボロ負けそうだけど。はい、というわけで今回コンバット面白かったという方ですね、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。